オフザピッチ。ユーロ、サッカー、有利、答えを揃えましょう。これから僕が FC リュークに関すること、関しないこと、いろんな質問をします。せーので、3人が同じ答えを出したら今日は終了です。しゃしゃ今週もキャンキャンユッキーさんがプロデュース、野田選手、高安選手、森優里選手の3人の素顔に迫ります。優里は慣れましたか、沖縄は。いや、まだですね。何かあります？うわ、沖縄来てこれが嫌ですとか、湿気とか。湿気早いけど。いやでも沖縄に来る前は沖縄の夏はカラッとして過ごしやすいと思ってました。現に今1年目の人たちは言ってます、うん、あ、そうなのね。けどちゃんと言っても違うよとやばいよと。やばいよと。やばい、はい、ちなみに G は見ました？僕よりは見てないですね。あ、まだ見てない。全く見てない。ちょっとしたシェパードぐらいあるんですよ。いや絶対嘘。雨の日の夜は、雨の日の夜はすごいな、お前さ。はい、めちゃめちゃ聞こえました。来た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 。進化 TV。 さあ続いての問題いきましょう。ちょっとやっぱゲーム的に揃えたいんで、一発ドンっていきましょう。確かに。いきますね。いきましょう。問題。沖縄を代表するアーティストといえば誰？さあ皆さん、揃えてください。お願いします。これはもうたくさんいる中、沖縄を代表する。候補なしですよ、3つぐらい。ああ、なるほど。ドン。今ですか？出す前ですか？出す前に。いいですよ、いいですよ、全然いいですよ、全然いいですよ。ちょっとさ、わかります。あのそのね、ネーネーズとかニーニーズとかわかります。そういうのを出したいのはわかりますけど、あえて今日はね、揃えに行くっていうゲームでございますので。さあ、それでは一人ずつ行きたいと思います。龍王からどうぞ。はい。エレン、アムロちゃん。さあ、そしてターカーどうぞ。はい。アムロダメエさん。さあ、最後その他ユーリーどうぞ。ワニマ。ワニマ。ちょっと待って、ワニマ沖縄だった、ね、熊本の人じゃないですか。あれ、ワニマさんはユーリえ、熊本の多分ワニマは沖縄じゃないと思うでしょ、違いますか、はい、よく沖縄と思った逆に熊本の方やで。あ、そうですか。あれ、うん、アムロちゃんは出てこなかったですか。出てこなかったっすね。いやー、パーって出てきたのは何3つぐらい沖縄を代表するアーティストといえば。エイウィッチさん。エイウィッチさんね、はいはいはい。エイウィッチさん。エイウィッチさんがまた龍王が。エイウィッチさん。ラッパ？いや、最初エイウィッチさん書こうと思ったんですけど、合わないなと思って。なるほど。ワニマの方が絶対合うと思ったんだ。合うか。合うか。住んどるところがちゃう。他に浮かんだの龍王で言うと、HY さんと。なるほど。はい。ビギンさん。ビギンさん。はい。モンゴル800さん。あ、モンパチね。はい。すみません、今のユーリーがあってずっと言ってますけど今分かりました。沖縄、はい、今分かりました。いや、惜しかった。いや、惜しくないっす全然惜しくないっすよ。俺だったらユキさん、ワニマがね、だんだんね、アームローに見えてくるんですよA と M と A が入ってるんで、書き換えとけよ、お前普段その車の中でとかイヤホンで聴いてる音楽って何聴きます？誰を聴いてます？試合前とかね。あ、試合前エミネムっすね。あ、エミネム。ちょっとやっぱ気持ちを上げて。そう、好きっすね。なるほど。いいっすね、ターカーは。僕は決まってないですけど、雨の日の夜は安室奈美恵聞いてます。雨の日の夜は安室、はい、安室です。すごいな、ターカーさ、はい、じゃあもう今日夜安室です。そうです、今日安室です。今日安室だね。今日安室です。ちなみにの何を聞くんですか、奈美恵さんの曲ベイビードントクラー。ベイビーダウンデー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 和式トイレ。和式トイレシュート、はい、これでしながらうーんってやる。On the pitch。 6月3日土曜、
台風一過のタピック建総ヒアゴンスタジアムには今シーズン最多4000人を超えるファン・サポーターが集まりました。この日の琉球の相手は白のユニフォーム、アスルクラロ沼津。均衡が敗れたのは前半32分。センターサークルでボールを受けた野田選手が超ロングシュート。飛び出していた相手ゴールキーパーの頭を越え、ゴールに吸い込まれていきました。キャプテンのスーパープレイで琉球が先制。その3分後、相手コーナーキックの場面でさらにすごいプレーが。選手が一人抜くことに盛り上がるスタジアム。白井選手は嬉しい今シーズンリーグ戦初ゴールです。アディショナルタイムは2分です。そして前半アディショナルタイムにも。ゴール前へのクロスを跳ね返された直後、竹澤選手がこぼれ球をダイレクトに前へ。野田選手が下がりながらしっかり地面へ叩きつけ、ゴールを決めました。後半、追加点は取れなかったものの、2試合連続無失点で勝利。胸のすくような内容にサポーターも喜びが爆発です。ホームで勝ち点3、最高です。イリキュー強かった。おめでとう。イエーイ、勝ってよかった。勝ってよかった。イリキュー勝った。3-0 ですよ。待ち望んでいた勝利がもう今日来ました。来た。きつすぎてもういいやと思って、行ったれと思って、もう止まる気なかったんで、思いっきり行きました。そろそろ調子に乗ってもいいですね。いや、まだ乗りません。あと9ゴール取ってから調子乗ります。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、2点目の方が僕個人的には嬉しいですね。あの形は、出してくれたのはタケですけど、あの形は常に狙ってますし、要求はしてたので。めちゃめちゃ聞こえました。いや、途中、入場者数のあれも聞こえてたんですよ。ちょっと嬉しいなと思って琉球は11日のアウェイ戦にも勝利。 J2 昇格圏まで8点差後、いよいよ反撃開始です。ルーネット沖縄プレゼンツ進化ドライブトーク。今回は森優里選手と岩本翔選手の筑波大学コンビ。トークテーマは誰の車に乗りたい。琉球の選手の中で、誰の車に乗りたいというか。翔くんね。翔くんの車は、ハリアー。乗ってる人がかっこいいのか、車がかっこいいのかわかんないけど、なんか、あの人ちっちゃいから車がでかすぎて、なんか運転席いるかおらんかわからへん。もうなんか、顔だけしか見えへんから、ちっちゃすぎて。津原の車が汚い。汚い。あれね、車内も車外も汚い。あ、そうなの。あれだけはね、ちょっと乗りたくないな。車は仲間と距離を縮められる場所。グーネット沖縄は仲間と笑顔になれる
車探しをお手伝い。車のプロである鑑定士があなたの代わりに中古車の状態をしっかりチェックしてくれます。ドライバーが快適に過ごせるよう内装のチェックも大事なポイントです。ハンドルのすれやダッシュボード、メーターなどのチェックも行います。タバコの焦げ跡や匂いがないかも確認します。沖縄ではエアコンの効き具合も重要なポイントです。フロアシートの下もしっかりチェック。グーの鑑定書を見れば車の状態が一目でわかりますよ。鑑定書はグーネット沖縄ウェブサイトで確認できます。あなたのお気に入りを見つけてください。登り調子の FC 琉球、来週ホームゲームが行われます。6月24日土曜夕方6時半キックオフ、沖縄市の沖縄県総合運動公園タピック喧騒ヒアゴンスタジアムです。照らされた道たどる Straight to the light Track the beat And when we are What up? Focus 合わせ日常ローカル歩く道もいつもと変わらない、そんな日々も楽しむ。ただこのボキッコが高いんですよ、アッキが。だから早いんですよ。